この数日、夜が寒く感じてきました。秋の気配を感じて充実装備 4.02kg。 ウルトラライト、コンパクトキャンプ、焚き火、鉄板ステーキ。モンベル、アルパイン40。セパッドとウエストベルトをカットしました。重量1キロちょっとが半分になった。しつこい雨が上がると昼間はまだ暑くて、撮影用に庭にタープを張る。今回の UL 装備は焚き火もしながら鉄板ステーキもして、ベースウェイトを4キロ台にするのが目標。パッキングの中身を出していきます。エバニューのウレタンマット、市販のペットボトル、ヨイコヤマイコのプラダンテーブル、クッカーセット、他ソロストーブ、タイタン、テントとグランドシート。今回はメッシュインナーはなし。安物のブランケット兼封筒型寝袋、ウレタンマットをザックの背面クッションにしています。カーボンフェルトとワイペグ10本、ブランド用のタイベックシート、テントの方はメッシュインナーは持っていかず、その重量減の分ソロストーブを持っていきます。この黒いブランドシートも置いていこうと思いましたが、テントを張る時のペグの位置決めが簡単になるので持っていきます。隣の家が工事中で工事音が入ります。このエバニュー、ウレタンマットを買って使ってみてからエアマットでなくてもいいと認識が変わった。自分の身長と身幅ギリギリにカットしたキャプテンスタックのマット。この2つのマットを重ねて寝ると思った以上に寝心地がいい。総重量 160g の RSR のネイチャーストーブもあるけど、普通の焚き火台はまだ熱すぎる。ノイコヤマイコのプラダンテーブル 95g、エアー枕、コンパクトだけど跳ねて寝づらい。テーブルなしの地面に直置きなので、お盆として使う100均の板、スタンドコジー、マッチ、ティッシュペーパー、モンベルスプーン、100均フォーク、モンベル調味料入れ、アルコール燃料、100均の鍋つかみを改造、僕のお気に入り。SQL のエマージェンシーシート、これはいらないかも。
ゼロもどき、ヘッドランプ、虫よけスプレー。以上、今回のクッカーセットでした。この細身のペットボトルはお気に入り。サイドポケットに入れやすい細身のペットボトルを探してました。スーパーで見つけたのがこれです。これがよくあるペットボトル。ボトル底面を比べると2割くらい細身。少しボトル片面が薄いので、ザックのサイドポケットに入れやすい。撮影しながらも、未だに悩んでいるのが、このクッカーセット。エヴァニューのチタン 400FB カップとチタンマルチディッシュ。手にするといろいろ不満は出てきました。一番お気に入りの40年近く使っているアルミクッカーと蓋。容量的にはチタンと重さは変わらない。まだ実地で使っていないトランギアミニ。かっちりと蓋が閉まる。トランギアミニの蓋はフライパン代わりになる。次のキャンプはステーキを焼くので、チタンとアルミクッカーは別にフライパンが必要。そこで登場するのがミニ鉄板。アルコール燃料でステーキが焼けるのか心配だったので事前に試し焼きしてみました。十分、美味しく焼けました。このアルスト風貌ごとくがエヴァニューカップに完全ヒッティング。だが蓋が閉まらない。ネットで調べてトークスのチタニウムライトが合うらしいので、これも追加購入。風防ごとくが少し大きくて若干カップが安定しない。仕方なく100均の丸網を買ったけど、何のための UL かと思った。結局ユニーク X メッシュストーブに落ち着く。この蓋が閉まる予定だったのに閉まらない。デビューではタッパーのようにぴったり閉まると言っていたのに、個体差があって僕のはダメなのか。このミニクリップいいですよ。
簡単に100均ので作れますので、ぜひ。短くカットするだけで、34g から 19g に減。パッキングして総重量を測ってみます。全部詰め込んでもまだ20センチメートルくらいの深さでザックが開いてる。こんな感じのパッキングですが、またいろいろ思いついたら変えるかもしれません。ベースウェイト 4.02kg、 思った以上に軽く収まった。今後まだ増減はあると思います。変更点があります。左から右に変えました。 888g から 364g、524g の減量。ファスナーを取り外して足元まで開くように改造。ミシンの調子が悪くて20分ほどで終わる予定が、ほぼミシンの修理で2時間くらいかかり疲れてしまった。涼しくなったとはいえまだ蚊はいるので蚊取り線香を追加。233g 増加。次の予定が決まるまでにまた季節が変わるかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。お構いなければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。